そうだよね。トゥーパンプスさん、はにょーちゃん、はにょーのんちゃん、おはから、おはから、ゆたかさん、おはようございます。若い頃はあまり自分自身のことが好きではありませんでした。あんなにいろいろ活躍されてるのに、しかし孤独死組合の常任理事を自覚してからは、朝早くから誰に頼まれたわけでもないのに、タニシみたいにガラスに張り付いていたり、車の中では女子高生のおみ足に柏手を打っている、私自身のことを好きにならなければ生きていられません。あーちゃん、のんちゃん、ゆたかさん、こんな私は病気でしょうか。せーの、病気です。なぜか小声。若い頃の自分は好きではなかったけど、重ねることによって今の自分は好きになれたんでしょうかね。まだ女子高生見てブヒブヒ言ってる自分が好きってことですよね。詰まるところね、ただの変態ってことでよろしいでしょうか。ねえ、私が優しく包んでるのになんで盛り返すかな。では気をつけていってらっしゃい。また40分台でこら。